はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はノースフェイスの2023年買ってよかったトップ3を紹介しようと思います。まずはノースフェイスの今年買ったものを紹介していきます。その後最後にトップ3を発表したいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、それでは2023年購入品の紹介をしていきます。買った順番に紹介していきます。2023年最初に買ったのはこのフレキシブルアンクルパンツになります。このフレキシブルアンクルパンツの紹介をした時のサムネにもあるように、これは御殿場のプレミアムアウトレットで購入しました。左の膝あたりですね、こちらノースフェイスのロゴがプリントされています。刺繍じゃないのがちょっと残念です。背面なんですが、こちらですね、ポケット、これね、スマホが入るぐらいの大きさのポケットがジップ付きでついています。その他ね、お尻の部分にはポケットはありません。とても軽くて、ま、生地も薄いため夏にはほんとぴったりなパンツになります。真夏に履いていてもベタつくっていうことがもうほとんどなかったと思います。本当に涼しく履けたパンツになります。あと名前にもあるようにフレキシブルアンクルパンツとなっていますので、アンクルだけになります。アンクルだけは見た目も涼しそうなんですが、実際履いていても本当に涼しかったです。夏のロングパンツといえばフレキシブルアンクルパンツと言えるほど、今年の夏本当にたくさん着用しました。夏のロングパンツはこのパンツ本当におすすめです。はい、それでは今年買った商品の2つ目はボンファイアブランケットになります。生地感としてはしっかりした作りになっています。薄くてペラペラっていう生地感ではありません。はい、そしてあとロゴですね、こちら刺繍で同色の糸で縫われています。今お見せしている表地の方は何年加工が施されています。そして裏面はこのようにねフリースになっているためとってもあったかいです。花見シーズンに膝掛けや肩掛けとして持っていくのはもちろんいいんですが、表地が何年加工がされていますので、焚き火だったりバーベキューだったり火を使う場面でも躊躇なく使用することができます。こういったブランケットって膝掛けしておくだけでもあったかくって本当に助かりますよね。今くるくるっと、畳んでるんですが、このようにねボタンで留めるようになっていて、あとこちら待ってくださいね、こちらです、持ち手がついているんですよね。このように持ち運びができるのもポイントの一つです。このさっきつけた持ち手なんですが、ブランケットとして使用するときは外せますので重宝します。膝掛け用に1枚持っておくとあったかいですよ。はい、次購入品3つ目になります。3つ目はオーガニックコットンショルダーです。このようにマチの部分もしっかりあるため、物がね入れやすいんですよね。そして中にもちっちゃいんですがポケットがあるので、鍵とかね入れておくのに便利です。鍵とかエアポッツとか、まあ、小物ってほんとどっか行っちゃうじゃないですか。なのでこういった小物のポケットがあると本当に助かります。開放部なんですが、このようにねボタンで留めるようになっています。このオーガニックコットンショルダーの購入目的は、まあ、エコバッグにしようかなと思って購入しました。でこのようにね手提げでもいいですし、肩掛けでもこのようにねいいので、 2way で使用できますので購入しました。出かけるときに、もう買うものが決まっているときはこのバッグを持って出かけています。これだけの大きさがあるので、大概のものはこのコットンショルダーに入れることができます。休日のショッピングに本当に役立っています。はい、次購入品4つ目になります。4つ目はメイフライトートです。一見すると何かわからないと思うんですが、今からちょっと開けてみますね。ちょっと待ってくださいね。はい、このようにね開けると、もう今紐が見えてるのでわかると思うんですが、トートバッグですね。このようにナイロン製のトートバッグになります。コンパクトになるのはいいんですが、ちょっとは画面でもわかると思うんですが、シワがねこのようについてしまうのが難点です。でもノースフェイスのマークがあったり、このように上部がねジッパーで閉まるようになっている点は本当にいい点です。ナンバー3で紹介したコットンショルダーですね、あちらもエコバッグとして購入したんですが、このメイフライトートはコンパクトになるため、急なショッピングに対応するためにカバンに忍ばせたいなと思って購入しました。こういったコンパクトになるエコバッグ1個カバンに忍ばせておくと、急なショッピングに対応できて助かります。はい、購入品5つ目になります。5つ目はコンフォートタオルです。このタオルはサムネにもあるようにアウトレットで安く購入できました。このようにタオルの真ん中の方に引っ掛けがあるので、
フックとかにかけれていいですよね。あとこちらね、あの今治タオルなんですよね。肌触りがもう本当に抜群でめちゃめちゃ気持ちいいです。タオルいっぱいに広がるこのノースフェイスのロゴ、もうノースフェイス好きにはたまりません。めちゃめちゃかっこいいです。また今度アウトレットで安くなっていたら色違いが欲しくなっちゃいました。はい、次購入品6つ目になります。6つ目はコージーキャンプクッションです。こちらも同じくジャズドリーム長島アウトレットで購入したものになります。このクッション持ち手があるのと、この持ち手は椅子に引っ掛けて落下防止にもなっています。そしてなんといってもね、こう広がるんですよね。表地はナイロン生地でテカテカしているんですが、こちらねフリース生地になっているのでほんとあったかいんですよね。しかも裏にもしっかりノースペースのロゴが刺繍されていてめちゃめちゃかっこいいです。一人で使用するのもいいんですが、広げて二人でね使用することもできますし、広げた状態で椅子とかにセットしてお尻とか背中をね当てるように座るともう本当にあったかいんですよね。このように全開にしなくても一箇所だけ開けて手を入れてもいいですし、また足先をね入れてもいいですし、使い方が何通りにもなるこのクッション本当におすすめです。はい、次の購入品になります。7つ目はウォータープルーフスプレー、まあ撥水スプレーですね、になります。実際にこの撥水スプレーを使って撥水能力を検証した動画もありますので、そちらの方もよろしければご覧ください。検証は撥水力が落ちてきたアルパインライトパンツで実施しています。はい、次の購入品に行きます。8個目はショートスリーブワンポイントグラフィックティーです。なんといってもこのロゴに惚れて私はもう即ね購入してしまいました。コットン 100% で肌触りが良く、生地がしっかりしているためよれる心配もなく、本当にこの夏ねたくさん着用しました。あまり一目惚れして買うっていうことはなかったんですが、この T シャツだけは別格でした。はい、次に行きます。今年購入した9つ目はバーサタイルミッドです。ロゴが刺繍なんですけど、私この刺繍がね高見えして本当に大好きなんです。ポケットなんですが、まあ、前面は左右にジップ付きではないんですがあって、背面に右の方だけなんですけど、このようにねジップ付きのポケットがあります。私が購入したのはバーサタイルミッドなんですが、大人気のバーサタイルショーツがあるじゃないですか。でもバーサタイルショーツ丈がちょっと短いんですけど、このバーサタイルミッドはね私にはドストライクの丈でした。待ってましたとばかりに購入しました。はい、次に行きます。今年購入した10番目はボディバッグのオリオンです。私が持っているボディバッグがグラニュールとスピナーなんですが、その中間にあたるこのオリオンを購入しました。これ確かセールになっていて安く購入した覚えがあります。このオリオンなんですが、あのバッグの留め具っていうんですか、これがこの位置にあるんですよ。普通真後ろとかに行っちゃうんですけど、カバン本体の真横についているため外しやすいですし、もう脱着がね本当に楽なんですよね。ジップの位置が多分絶妙な位置にあると思うんですが、中身が飛び出しにくいっていうのもいい点です。はい、次に行きます。次に購入したのは11番目でベースキャンプスライド3になります。このサンダルは単純に私がねノースペースの室内履きが欲しくて購入しました。甲の部分のノースペースのロゴがかっこいいですし、適度な厚みとクッション性があり、本当に私これ室内履きで買ってよかったなと思いました。夏とか春とか秋とかはいいんですが、真冬とかはつま先が空いているので冬用が欲しいです。はい、次に行きます。今年購入した12番目はバンダナになります。2枚購入しました。こちらもサムネでわかるように御殿場プレミアムアウトレットで購入しました。カラーはレッドで、ロゴがネオン型になっていますね。こちらの方を一つ購入しました。そして次にネイビーですね。こちらが星座になっています。このバンダナハンカチにしようか飾っておこうか、あと目印にしようか迷っている最中です。車のヘッドレストに巻くっていうのもなんかいいかなって思います。バンダナ2つ購入するつもりはなかったんですが、なぜか2つ購入してしまいました。はい、次に行きます。今年購入した13番目はオーガニックコットントートになります。こちらも同じく御殿場のプレミアムアウトレットで購入しました。カバンの内側には小物の収納入れがついています。この小物収納のポケットがあるかないかって結構でかいんですよね。あと上部のカバン開放部にはボタンですね、このようにパチッと止めて荷物の飛び出しを防止するものがついています。このカバンの大きさがジャストサイズなんですよね。なんかめちゃめちゃ大きくもなく小さくもなく、
服を買うときに持っていくとちょうどいいサイズかもしれません。今回この御殿場プレミアムアウトレットのノースペースで購入したものはね、このバッグに入れて持ち帰ってきました。ノースペースのコットントートは生地も厚めで丈夫なので本当におすすめです。はい、次に行きます。今年購入した14番目はカルカパンツです。こちらも御殿場プレミアムアウトレットで購入しました。ポケットはジップ付きではないんですが左右にあります。そして、背面ですね、こちらはジップ付きのポケットが右側に一つついています。本体の重さは、持ってみるとわかるんですが本当に軽いです。生地も薄いため、まあ、夏用かなって思いますが、夏でもね快適にさらっと履けるパンツだと思います。購入した時はもう夏は終わっていたので来年の夏が本当に待ち遠しいです。はい、次に行きます。今年購入した15番目はバーサミットジャケットです。こちらも同じく御殿場のアウトレットで購入しました。この毛足の長いフリース、わかりますかね、めちゃめちゃ肌触りがいいんですよね。初めて触った時感動すら覚えました。なんか毛布みたいですよね。で、内側もなんですが、わかりますかね、この手触り、肌触り、本当に最高です。まさかアウトレットにバーサミットがあって、しかもカラーがブラックでサイズがあったなんて本当に驚きでした。これが安く買えただけでもプレミアムアウトレットに行ってよかったなと思います。はい、次、2023年購入品最後になります。16番目はリバーシブルネックゲイターです。このリバーシブルネックゲイターを購入した理由なんですが、こういう系のものって被るものがほとんどじゃないですか。だけどこのようにマジックテープとボタンで留める仕様になっています。あとはリバーシブルというぐらいですから、ナイロン生地、この裏がフリースになっています。両方使えるっていうのもいいですよね。このネックゲイターの着用時、まあ、脱着時ですね、被らなくていいというメリットなんですが、脱着時マスクとかメガネとかをしているとずれるじゃないですか。だけど被らなくていいのでずれないといったところがメリットになります。これで2023年購入品の紹介を終わります。それではね、第3位から発表していきたいと思います。2023年、ノースペースの購入品全16点のうち第3位はこちらになります。ショートスリーブワンポイントグラフィックティーです。なんといってもこの T シャツの購入の決め手となったこちらです。このワンポイントの刺繍、この刺繍のデザイン、またコットン 100% の肌触りの良さ、 T シャツの作りがしっかりしているこの安心感、そういった理由からこのショートスリーブワンポイントグラフィックティーが第3位となりました。一目惚れしたこの T シャツ、ほんと良かったです。はい、それでは第2位の発表です。第2位はバーサタイルミットです。この夏この短パン本当にたくさん履きましたね。ノースペースの大人気のショーツといえばバーサタイルショーツがあるんですが、やっぱりね、私にはあの丈が短いんですよね。それが気になってちょっと購入を踏みとどまっていたんですが、そんな中このバーサタイルミット、このミットだけが発売されて速攻で買ってしまいました。アラフィフの私にはこのミットだけがちょうどいいです。なのでアラフォー、アラフィフの皆さんはバーサタイルショーツよりバーサタイルミットをおすすめします。丈はもちろんいいんですが、生地の薄さも薄すぎず厚すぎず、ちょうどいい厚さなんですよね。今年の暑かった夏も大活躍した一枚です。それでは第1位の発表です。第1位はジップインバーサミットジャケットです。このバーサミットジャケット、毛足が長いフリースなので本当にあったかいんですよね。同色の糸で縫われているため目立たないんですが、ロゴもあります。ジップインという名前の通り、ジップインジップ対応のアウターと連結することができます。袖口もそうですし、ジップも同じ規格のものがついています。購入の最大の決め手となったのはこの肌触りです。本当に毛布を着ているようなんですよね。滑らかで本当に気持ちがいいんです。最初に手に取って触れた時はね、本当に感動すら覚えました。ちなみに購入したサイズは L サイズを購入しました。M だとちょっときつかったんですよね。なので私の身長体重であれば L サイズの購入をおすすめします。肌触りとあったかさ、これが決め手で第1位になりました。この動画が2023年最後の動画になります。今年1年皆さん本当にありがとうございました。2024年も頑張りますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。また新年の動画で会いましょう。バイバイ。